この組になりました。公表をしていきたいと思います。ゼッケン番号15番、県名東吾、指導手峰村さん、集中力があり、力を感じさせる素晴らしい S 県だと思います。ひも出し客室更新、集中力があって良、かったと思います。反転ターンの時に一番最初の反転ターンがちょっと犬が先走って、指導手よりも先に犬が反転ターンをしております。それと群衆内で若干集中が切れるところがあります。評価 S ゲー。更新中の低座、客足更新、集中力があって良かったです。座れ、とても良かったです。その後の集中力、指導手に対しての集中力、素晴らしい集中力があったと思います。評価は V。 速報更新中の福賀及び証拠、客足更新良かったです。残念ながらここで、伏せの命令をかけたときに若干ですが指導手の台風がありました。その後集中力があり、証拠の時にもう力強く、証拠があってスピードもあって良かったと思います。その後、基本姿勢に移るときに若干ですが基本姿勢に移ったときに、曲がっております。評価 S ゲー。速報更新中の一子及び証拠、ここも客足更新はとても良かったと思います。集中力あり、とても良かったです。ここのところは残念ながら証拠、したときに、犬が曲がっております。この時には V マイナスです。平面のダンベル地雷、力強くて、犬の作業もとても良かったんですが残念ながらポジがもう少ししっかりとしたポジがあったらさらに良かったと思います。証拠した時に残念ながら指導手とぶつかっております。評価 G。 1メートルの障害、比率、基本姿勢、しっかりしてて良かったと思います。落ち着いております。息ぶつかっております。帰りも帰りは軽く、ぶつかっております。ここも証拠したときに、指導手と若干ですが触れております。評価 G。 高さ 1.8 メートルの障害比率、ここも基本姿勢は落ち着いてて良かったと思います。ダンベルを持ってきたときに残念ながらここでも指導手とぶつかっております。さらに保持が、強い保持があったらさらによく、良かったら良かったと思います。しかしながら比越は力強く、素晴らしい集中力のある S 犬だと思います。評価 S ゲー。全身および服が客足更新問題ないです。良かったです。全身のスピードも、直線的で良かったです。伏せも、指示の命令に対して素早い伏せがかかって良かったと思います。その後の犬の迎え、基本姿勢に移る際の座れ、そこも正しい、位置で良かったと思います。評価 V。 状況下における休止、ここも問題ありません。落ち着いてて良かったと思います。評価 V。本日の得点 S ゲー評価93点です。おー1位だ、今のところ1位だね、すごい。続き